いやヒアラブの松田浩司です。久しぶりに YouTube の撮影なんですけど、今日はですねガラッと今までの撮ってきたのとは変えてですね、今日はラジオ収録ということで挑戦したいと思います。緊張しますねめちゃくちゃ緊張しますね。まあリアルヘアラインの特徴だったりとか、そういったお話をちょっとラジオの方でしてみようかなということで、まあ何事もチャレンジということで頑張ってみたいと思います。では行きましょう。パーソナリティのゆっかりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はあの僕が髪も切らしていただいてて、お客さんとしても、まあ、来ていただいてるんですけど、そんな関係もあってお誘いいただいて今回という感じになりましたので、よろしくお願いします。お願いします。はい、緊張しますね。緊張する緊張するな。喋ること全く考えてないんで、どうなるのかなっていうのがね、いつも撮る YouTube とかだとねある程度自分で決めて、そうですね、書いてね、あのイメージもしてで撮ってるんで、あのいろいろ編集もありながら、で今回ちょっと一発撮りなんでどうなるのかな、しかも初めてのこういうラジオでっていうのはあるんですけど、まあ何事もちょっと経験ということで頑張ってみたいと思います。じゃあいい感じですか。はい、ゆっくりです。お願いします。あ、すごい。あ、じゃあちょっとあの自己紹介お願いします。はい、リアヘアライムの松尾浩一です。よろしくお願いします。あー、 OK です。なるほど。うるさくなかったですか。あ、全然いいです。聞きやすい、はい、じゃあ撮っていきます。はい、はーい、じゃあ行きまーす。お願いします。お願いします。ゆっくりの青春パラダイス。皆さんこんばんは。土曜日夜8時の番組ヒデハウジングプレゼンツゆっかりの青春パラダイス、放送を担当しますシンガーソングライターのゆっかりです。この番組はヒデハウジングの提供で夜8時30分までお送りします。はい、では早速ゲスト紹介させてください。美容室リアムヘアライムの松尾さんです。どうも、リアンヘアライムの松尾浩一です。よろしくお願いします。美容師さんがゲストに出るのは初かもね。はい、うん、はい、私のゲスト初めてかも。美容師さん緊張しております。よろしくお願いします。あれなんですよね、ラジオだからちょっとみんなに伝えづらいけど、すごいおしゃれなんですよ松尾さん。いやいやいや、そう、あのいつも美容室に行ってもお店自体もおしゃれだし、松尾さん自身もおしゃれだし、でいわばあのプラスで言うと松尾さんと一緒にあの奥さんもおしゃれじゃんね、うん、ありがとうございます、うん、伝えきれんけどね、はい、そのラジオで、はい、っていう感じなんですけど、はい、一番最初はね共通の方からの紹介で、であの仕事でね最初は、はい、うん、出会わさせていただいて、松尾さんがめちゃくちゃ自信ありげにもうカットに命かけてんだよねって言うもんで、はい、もう私はそれ聞いて、その時髪長かったんだけど、え、どんだけカットすごいんだろう、こんなに言うんなら髪切ってもらいたいなと思って切りに行ったのが出会いだね。そうですねまあまさかですね、僕そんな営業するタイプじゃないので、うん、全くそんなつもりはなく、ただね、うん、あのどういうことに自信がありますかとかいうのを聞かれたことに対して答えただけのつもりだったんですけど、スタイルを作ってその場で綺麗になっても、次の日お客様が家に帰って自分でシャンプーして乾かした時にどうかっていう、そっからの2ヶ月とかはどうなのかっていうところがやっぱり、大事なところであり、僕が自信を持ってお客様にそのお伝えというか、売りたいところでもあるので、まあ、そこをね、感じてもらえるっていうのがすごく喜びですし、まあ、そういうことをね、その最初の出会いの時にもそれを僕は結構熱く伝えたら、じゃあ行きたいって言っていただいてね、プレッシャーだなと思いましたけど僕も結構このカウンセリングの時に、特に新規の方で一番最初に来られた方は、僕もかなりこう聞くようにしてるんですよ。なのでお客さんは例えばゆっかりさんでもそうですけど、今までは言えなかったとか聞いてもらえないというか、もらいづらいっていうのも結局
僕も僕で結構こう質問攻めしちゃうタイプっていうか、それはやっぱお客さんの本当に言いたいこととか本当に望んでいるものっていうのを聞いてあげないことにはその場しのぎになってしまうじゃないですか。なんとなくこういう感じで、はい分かりましたって切っちゃえば、それはその瞬間はなんとなくなんですけど、やっぱり僕が求めてるのってその後お客さんが帰って次美容院に来店される間に、僕がいない間にどれだけお客さんがやりやすいかっていうことがやっぱり僕のテーマだし、まあ、僕の定義で言えばそこがうまいか下手かの定義になると思ってるんで、それをやっぱりなんていうんですかね、お客さんとイメージとか頭の中を共有させてやっぱマッチさせないことには必ずいいスタイルというのは生まれないって思っていて、多分そういう雰囲気でお客さんもこう知らず知らずにこう話こう言ってくる、気づいたらなんかすごい言っちゃってごめんよみたいな、いやいやそれを狙ってるんですよというこっちは、うん、その、まあ、そのお客さんのおかげもあって僕もなるべく1ミリでもズレの少ないようなスタイルを作り上げていくいけてるのかなっていう感じで、うん、っていう感じですかね。はい。ショートにした方でも次ご来店されるのが3ヶ月だったりするんですよ。うん、で、収まりがいいもんで、いかんで よかったじゃんねってやっぱり言ってもらえるっていうか、やっぱりその短くすると結局長い時ってまあ極端な話縛っちゃったらいいし、ちょっとの1センチや2センチ伸びても正直ロングの人が1センチ伸びてもあんま気づかないから。分かんないんだけど、ショートってちょっとでもこう崩れたりとか伸びたっていうことに対して敏感に気づくんですね、お客さんが。だからその分、あ、ちょっとでも崩れたりとか跳ねてきたなとか広がってきた切りたいって言ってスパンが短くなるっていうのが結構ありがちなんでしょうけど、僕の場合、うちのお店のお客さんの場合ですと本当に2ヶ月半とか、人によっては本当に3ヶ月ぐらい経って、3ヶ月結構長いから大丈夫でしたって聞くと、いや本当に全然崩れんもんでいかんくてよかったじゃんねって言っていただけるっていうのもやっぱり僕としてはすごい嬉しいですね。はい、それは多分本当切ってもらう人にとってもすごい嬉しいことで、はい、まあ、YouTube を今年の2月ぐらいから撮り始めて、最初に上げたのは4月ぐらいなんですけど、そこから今まあ全然まだ少ないですけど9本ぐらい YouTube やらせてもらってて、やっぱそこからの新規のご新規の方っていうのがもう明らかに YouTube を見たりとか、このショートで狙ってきてる人が多くなって、でそのお客さんってもうロングで来て、新規のお客さんがロングで来ていきなりショートにしてくれっていうのがもうそれもほとんどなんですけど、やっぱり自分でそのフィールドを広げておきながらすごいプレッシャーは感じるんですけど、やっぱりそれでもそこからリピートしてくれる方っていうのが、結構もうそこから4月、5月、6月って来てくれた方なんかはもう2回から3回ぐらいリピートされてきてるんですけど、やっぱりまたショートにされて帰っていかれるし、すごい来てよかったって言って喜んで帰っていかれるので、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また週もこの時間をお楽しみに。バイバイ。はい、どうぞ。あっというものなので、こんな感じなんですよ。これで何分ぐらい撮ったんですか？これが1本目の30分用の今動画は17分半ぐらい回ってるので、なので喋ってるのはそれぐらい。ああ、いや話しやすかったな。ああ、よかった。マジでよかった。ありがたいです。すごいですね、やっぱり、緊張するな。でも本当ゆかりさんのおかげで思ったより喋れたと思ってる。あ、本当？本当にもっと詰まるんかなと思ってたんで、じゃあ、はい、行きますか。はい、お願いします。お願いします。はい、おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫です、大丈夫です。もう全然大丈夫です。はい、じゃあ今このラジオ収録終わりました。めちゃくちゃ緊張しましたけど、パーソナリティのゆかりさんがめちゃくちゃ喋りやすくしてくれたんで、なんとか話せたかなと思います。ちょうど今週の土曜日、9日の夜8時
から FM 豊橋で流れますので、もしよかったら今週の9日の土曜日と16日の土曜日の2週で僕出させていただいているので、もしよかったら聞いてみてください。一応専用のアプリがあって概要欄に一応載せておきますので、そちらの方をダウンロードしてという感じになってしまうんですけど、ちょっと頑張って喋ったんで、ぜひ聞いてください。では